アメリカの国防総省は7日、ボーイングが F-15 ジャパンスホイパーインターセプトプログラム向けに総額4億7450万ドルの契約を獲得。この契約は空自向けに E-PASS を追加する対外有償軍事援助の要件を提供するものと発表しました。要するに F-15J 戦闘機改修に含まれる電子戦装置の契約を国防総省がボーイングに与えたという意味ですね。この数字によって大雑把ですが、E-PASS の取得費用が見えてくるようです。今回は、この F-15 戦闘機魔改造計画を詳しく深掘りしていきますね。まだ現役か。約10億円という数字は、E-PASS の調達単価が大幅に値下がりした可能性を示唆しているとされています。ジャパン・スホ・イ・パー・インターセプト・プログラムは直訳すると、日本の超迎撃機向上計画となります。ブカラン、なんとも言えない言葉ですね。超という言葉が頭につくと、アニメ、超時空要塞マクロスを連想してしまい、現実味が薄くなると感じるのは筆者だけでしょうか。そして、E-PASS。ハイアグル、パッシブ、アクティブ、ウォーニング、スホ、イルビバビ率、システムといい、電子戦及び電子防御システムのことです。攻撃と防御両面に対応するので、戦闘機パイロットの負担が少なくなるというわけです。日本の主力戦闘機はまだまだ F-15J ですから、延命措置ということでしょうか。国務省が2019年に承認した F-15 ジャパン、スホ、イ、パー、インターセプト、プログラムは、MAX 98機分をカバーする内容でした。電子戦装置、当時は、E-PASS ではなく DEWS は、3機の予備を要求していたので、計101機の DEWS を取得する内容になっていましたが、改修機は68機と確定したため、E-PASS の予備を2機取得すると、合計70機と仮定、1機あたりの取得費用は、約678万ドル約10億円、1ドル、147.78 円の換算レートになります。F-15J 改修費用の単価は約35億円ですから、改修費用の約 28% が電子戦装置の取得費用という計算になりますが、E-PASS を F-15J 改修に統合するための経費は、他の契約、2021年12月30日分と、2022年3月16日分にも含まれているそうなので、正確な E-PASS 関連の費用を算出するのは不可能です。約10億円という数字も関連費用を含んでいるので、E-PASS の単価ではないのです。E-PASS は、開発が33ヶ月以上も遅延したため、単価が 24% 上昇することになりました。以前は、E-PASS への換装費用は1機あたり1570万ドルと言われていたのですが、F-15EX への E-PASS 統合費用は1218万ドルに値下がりしています。2023年から、定率生産から、フルレート生産、フルレートプロダクション、効率生産に切り替わったため、今回の数字約10億円は、E-PASS の調達単価が大幅に値下がりした可能性を示唆していると思われます。追記です。エポースの調達単価が定率生産時よりも低下した可能性はありますが、F-15J 改修費用の単価約35億円は、これを見越して算出したものという可能性が高いのです。改修事業費用約3980億円からさらに圧縮される、安くなるという意味では残念ながらないので注意してくださいね。ここで中国の話題です。中国の新用引き工業集団は、国産の AESA レーダーを搭載した第 4.5 世代戦闘機 J-1BG の量産をはじめと報じています。中国の戦闘機 J-1 とは、ロシアから直接導入したスホ、I-27 を国内でライセンス生産した機体を指す名称です。1997年、平成9年から国内で製造が始まったのですが、エンジンやアビオニクス等の一部がロシア供給だったので、完全なライセンス生産ではありませんでした。これに不満を抱いた中国が、搭載機器の約 90% を中国製に置き換えた J-1B 戦闘機を、ロシアに無断で開発したため、ロシアは、J-1 のライセンス生産を打ち切ったのです。勝手なことをして、といったところでしょうか。
この J1-1B は、スホ、I-27 の単純なコピーではありません。機体設計にも改良が加えられ、オリジナルより、広範囲に複合材料が使用されたため、機体の軽量化と RCS、レーダー反射断面積が若干低下したと言われています。しかし、エンジンだけは、オリジナルの AL31F を使用していて、国産の WS10 に切り替える努力を、2002年、平成14年にスタートしましたが、信頼性の問題で、すぐには、実現せず、2014年頃に切り替えが始まったので、ロシア依存を完全に解消することに成功したのです。この J1-1B は、中国の航空戦力を近代化する上で欠かせない機体です。海軍向けに、J1-1B の短座型から発展した艦上戦闘機 J15 や、空軍向けに、J1-1B の複座型から発展した戦闘爆撃機 J16 を開発するなど、中国軍の実質的な主力戦闘機の地位を占めています。しかし、現行の西側製戦闘機に比べると、搭載レーダーの性能が劣っているというメリットがあります。これを解消するため、国産の AESA レーダー KLJ7A 南京電子技術研究所を積んだ J1-1BG の開発が確認されていましたが、正式に、同機の量産が始まったと、環球時報の英字紙グローバルタイムズが報じています。この環球時報は、中国共産党の機関紙人民日報傘下のタブロイド紙ですから、ニュースソースは中国政府と考えてもいいでしょうね。中国は、新しい J1-1BG 戦闘機をどの程度購入するのでしょう？もしくは、既存の J1-1B を J1-1BG にアップグレードするつもりでしょうか？よくわかりませんが、中国の軍事アナリストは、J1-1B のレーダーをアップグレードできれば、空軍全体の戦闘能力を大幅に改善することができると主張しています。ということは、東シナ海で中国と対峙している日本にとっては、緊張させられる状況になりそうですね。J11BG に搭載された KLJ7A レーダーは、輸出向け戦闘機 JF17 の最新型ブロック3にも採用されている AESA レーダーです。開発元の南京電子技術研究所によれば、このレーダーは、1000個以上の送受信モジュールで構成され、RCS が5平方メートルの空中目標を、最大170キロメートル先で、検出、最大15目標を、同時追尾、最大4目標に同時攻撃することができ、合成開口レーダーモードなど、11の異なる運用モードを備えているそうです。ちなみに、F-35 が搭載している APG-81 は、RCS が、5平方メートルの空中目標を、約240キロメートルの距離で検出することが可能と言われているので、KLJ-7A の性能は、単純に、APG-81 の7割程度という計算になりますが、J11BG の機種は、JF-17 よりも圧倒的に太いので、KLJ-7A のアクティブフェーズドアレイアンテナを拡張して性能を引き上げている可能性も考えられます。つまり、正確なスペックが判明するまで警戒した方がいいでしょうね。補足説明を少し。APG-81 の探知距離は、RCS1 平方メートルのターゲットなら、280キロメートル先、RCS 約5平方メートルのターゲットなら、240キロメートル先、RCS 約1平方メートルのターゲットだったら、160キロメートル先、RCS 約 0.1 平方メートルのターゲットは、90キロメートル先などの検出値が推定されます。しかし、こういった数値は全て非公式です。しかも、推定値は数多くありますから、あくまでも、参考程度の情報と考えていただきたいと思います。どちらにしても、日本周辺に好き勝手に出現する中国の戦闘機のスペックが向上したというのは、悔しいですが、間違いないでしょう。一方、これに対応する航空自衛隊の戦闘機 F-15J のアップグレードですが、どう見ても、調子よく行っているとは言えないようです。日本は、2019年から2023年の5年間に、20機の F-15J スムシップ機を、
F-15EX 並みの性能にアップグレードする計画を持っていました。しかし、アメリカ軍でも F-15EX 新規調達や F-15E アップグレードが進行中だったため、空自 F-15J のアップグレードに必要な電子機器を確保するのが難しくなったのです。日本の予定通りに F-15J アップグレードを行うためには、アメリカ企業が電子機器を増産する必要があるというのです。日本は、その費用を要求されているため、回収費用が当初見積もりより格段に膨らみ、F-15J 回収費用の予算計上は2年連続で見送ることになりました。電子機器増産のための経費を客が払うんですか？見積もりに含まれてないんでしょうか？受注先の条件変更を発注先が丸呑みするというのも疑問なのですが、相手がアメリカだから強く言えないというわけですかね。こんな状態で日本が F-15J の回収に手間取っている間、おそらく中国は J-1H の能力を着実に向上させてくるはずですから、南西諸島方面の航空戦力のバランスは中国側に傾いていく一方ということになります。2022年2月、突如、ロシアがウクライナへ侵攻し、世界を驚愕させました。その戦いは、軍事大国ロシアとアメリカを含む NATO の支援を受けたウクライナとの全面戦争に発展しつつあります。最新兵器と言われ、世界各国で流通量が増えているドローンも、多少は戦果を上げているとはいえ、未だに、戦場の主役は、100年以上前から陸戦の主役だった榴弾砲です。有人戦闘機が空戦の主役である時代は今後もある程度続くと考えられるのです。DSCA アメリカ国防安全保障協力局ディフェンスセキュリティクーペレーションエージェンシーの情報を見る限り、インドネシア向けの F-15EX 戦闘機にも E-PAS の輸出許可を出しているようですね。今後アメリカがアップグレードとして F-15E 系の戦闘機を使っている国にもE-PAS の許可を出して、製造単価下げるのか気になるところです。E-PAS は一度凍結したということでしたが、F-15EX と共に復活したのでしょう。既存の機体を一線級として維持するということは、経済的でもありますし、いい買い物と考えます。性能については当然機密なのでしょうが、どれほどの効果があるのか、とても関心があります。